ピエール・プチによる写真。1860年代、パリにて、ジャン・アンリ・ラビーナは、フランスの作曲家、ピアニスト。ボルドー生まれ。ピアノ教師だった母の舌で学んだ後、パリ音楽院でピアノを学んだ。ピエール・ジョゼフ・ヨーム・ジメルマン門下生で、同窓のシャルル・バランタン・アルカン、アントワーヌ・マルモンテルとは親友であった。作品は、 ピアノ競争曲1曲と120作ほどのピアノ作品がほとんどで、それ以外は若い頃に書いた軽い歌曲が数点ある、のみである。その点、ショパン以上に徹底したピアニストイコールコンポーザーであったと言える。初期は、チェルニー、ショパン、タールベルクラ先輩のピアニスト兼作曲家たちによって、培われたテクニック、語法を徹底的に推し進める。 超絶的で快活な様式を特徴とする。1840年代以降は超絶、快活路線から方針を一変させ、作曲技法の洗練に集中し優美で質の高いサロンピースや練習曲を作曲した。後期はベートーベンの公共曲を4体用に編曲したり、ウェーバーや出版作品の工程を手掛けながら上品な作品を書き続けた。 生涯にわたって平面だがしかし極めて色彩感豊かな火星の組み合わせ、天調を用いており、最晩年の20世紀に入っても、なお、作風を変えることはなかった。1861年にレジオンドヌール勲章のシュバリエ賞を授与されている。ラビーナの作品は近年になって金沢治が再評価しており、演奏会で取り上げている。ありがとうございます。